こんばんは。こんばんは。<laughs> <laughs> 今日調子悪いぞ。おいできますね。はい。はいはい、こんばんは。こんばんは。ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日調子悪いですね。今年悪いですね。<laughs> 今年ちょっとね、なんか、全然調子が上がらないんですよね。お俺もですよ。 あ本当ですかどうして多分もう寒いのと、はい、なんか仕事もなんか新しいの増えたのとはい、はい、休みの日も12時間寝てますもんああ <laughs> そうですか、はい、ちょっとね予定を変更して今日はね冬は寒いって話をしたいなと思ってるんですけど <laughs> <laughs> っていう違う話をするいいじゃないあの最近っていうか去年から早起きを始めて、うん、はいはいはい もう日頃からね、早起きされてる方からすると、何を言ってんだって感じかもしれないですけど、人生で初めてね、毎日6時に起きるっていうのをやってるわけですよ、<う>38歳にして<や><う>は。いはい。それで気づきました。はい。冬は寒い。<laughs> <laughs> そうですよ。もう俺、毎日6時に起きたけど、毎日寒いよ <laughs>。寒いですよね。寒いですよで。その朝のあの寒い感じっていうのは、 昼間の寒い感じ。うん、まあ、どっちみち寒いかもしんないけど、うん、その、朝のあの寒い感じって、もう、絶望的な気持ちになりませんなりますよ。もう、目覚まして目が覚めた瞬間に、ああって。ねえねえ。<laughs> なんか、毎日モチベーションを下げられてる気持ちなんですよ。わかりますわかります。そうそうそう。で、それが、12月ぐらいからやっぱ寒いなーってなってきて、 もう1月でしょや約2ヶ月、まあ2か、もう2月か、だからもう約2ヶ月ちょっとの間、まあ、60日ちょっと、うん、ずーっとボディーブロー食らってるみたいな感じで、モチベーションをこうどん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 削られ続けてるみたいな感覚なんですよ。気持ちは分かります。わかりますわかります、わかりますわかります冬は毎年でもなんかそんな感じがする俺。それ、多分早起きしてるからですよ。ああ<ー>、僕、今までそこまで思ったことなかったんですよ。<laughs> <laughs> 新鮮ですねそしたらねそうそう寒いなーってのは当然感じるけど冬だから、うん、なんかもう嫌だなーとか、うん、う春が来てほしいなーとかそんなことを思ったことなかったのに今年めっちゃ思う、はい、春来ないかなーってうん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 早起きちゃダメだと思う冬ダメですよあれね人間が起きる時間ってないですよ冬の6時だかねえねえうん 本当もう、まだ暗いもんとしてさらすともん。<laughs> そう。だから、僕はね、だから、初めてその6時に起きるっていうのをルーティンにして、初めての冬を迎えて思ったのは、はい,はい。いや可能ならですよ、その仕事上難しい人はさておきですけど、うん、冬は、ウィンタータイムしないとだめな気がする。朝をずらしますってしないといけないんじゃないかなって、ちょっと思ってます。れもそれね、報告代から思ってたから、本当に。あ、本当うん、もう。 その高校生ぐらいの時から6時起きだったんですよ、学校行くのに。はいはい、やっぱね、この冬のこの時間起きる時間じゃねえってずっと思った。ねえねえ人が活動するなんか時間じゃないし、気温でもないし。やっぱその、ね、同じ1日でもその朝の6時に起きる冬と朝9時に起きる冬って全然違うじゃないですか。9時の方がまだ起きれるんですよね。いや、そうそう。全然違うよ。全然違うでしょ。<laughs> ね、9時ですよ、九時起床ですよ、やっぱり朝の,あの冬は。僕、あのー、朝礼やってるじゃないですか。はいはい。あの、ツイッターとか、ディスコードとかで朝6時10分に朝礼をやってるんで、そこに合わせてやっぱ起きるんですけど、うん、もう来年の冬とかは、時間ずらすのも検討したいなと思ってるぐらい、この時間おかしいだろうと思ってる。<laughs> <laughs> 冬の6時とか起きる時間じゃないって、<laughs> 本当に。なんかもう、もう本当ね、俺より早く会社来てる人見るとね、すごいもう、4時起きとか5時起きとか。それで、仕事してるんですか朝早く来て。とかしてる仕事してる、6時ぐらいな。めちゃくちゃ真面目じゃん。何それ。ぶっ壊れてんのかと思った、本当に。<laughs> やる気なんですか、その人は。うん、いや、なんかもう、目が覚めるし、あと、早めに来た方が渋滞に巻き込まれないから。うんうんうん。 ストレスないしっていうので早く来てたりとかするんですけど。そこまでわかるんですけど。なんかそこで、例えば本を読んだりとか、動画を見てるとか、自分の時間を過ごすようじなて、仕事してるっていうのがちょっとすごい。ああ、相当仕事してる仕事してる、まあ。残業代つくじゃないですか、だって。ああ、そういうことね。うん。それ狙い,いで。残業だから。そうそう。なるほどね。いやもう、お金もらえても嫌だわと思って。嫌ですね。<laughs> 冬寒いなと思って、これ。 どうしようあれもうね、朝礼を AI に任せて寝る <laughs> いやいやいや。いやいやいや、朝礼をその時間にやるか、後ろの時間でやるかって話です。朝礼、AI、に任せるとかないですよ、選択肢。ないのねい。自分でやりたいのね。<laughs> そうそうそうあの。目を覚ますためにやってるんで、それは。<laughs> あはい、はいはいはい。それは仮に、えー、っと、でもそうだな。遅い時間だと朝礼なくても別に起きれるんで。うん。ですけど、まあ、 遅くてもでも8時とかかな前8時だったんですよ、朝礼。あ、は5月ぐらいは、まず8時起き。うん、まあ要は定時、違うな、7時起きだったのかなで、朝礼を8時にしてるみたいな感じで、ね。うん。で、結局7時起きできなくて、あんまり。朝礼に間に合うようにやっぱ起きるようになっちゃって。うん。で、8時前に起きるっていうのが、こう、ルーティンになってたんだけど、なんか、暖かかったからね、5月、6月って。 まだいけるだろうって気持ちになって、7月ぐらいから6時ってのをしたんですよ。そうしたら夏はさ、朝涼しいじゃないですか、6時。そう、涼しい。6時っていいなーいいみたいな。もう青空でさ、例えば天気がいい日だと。そうそうそう。で、涼しいし、夏なのに。そう。で、まだ誰もいないし、この。わかる。なんで、この快適な時間を独占してる、みたいな、至福のひと時だったんですけど、 うん、で秋ぐらいまでそれに気づかなかった。冬から、なんか地獄じゃねみた <laughs> いな感じになってきたんですよ。のそうなそうな何をしてるんだろうっていう気持ちにだんだんなってきて。それはなるなぁ。うん、冬の6時は違うもんな、性質が本当に。で、あのー、うん、毎日来てくださる方いるんですよ、6時に。 あ、朝礼にそうそう。まあ、8時の時も周りに来てくださってる方いたんですけど、はい、6時に変わっちゃったから、うん、8時じゃないと来れなかった人ってやっぱ来れなくなって、6時の人に切り替わっちゃって、うん、でも、それでも、両方来てくれてた人もいて、8時も6時も来てくれてた人がいて、で、なんていうのかな、やっぱ季節で、冬になって脱落してる感じがある。ああ<ー>、<laughs> はあはあはあ。いつも来てた人が来ないみたいな。まあ、そうなるよな <laughs> だから、 やっぱ冬って朝起きるもんじゃないんじゃないかなって、やっぱ今年の実験を経て思いました、この半年間の、ね。少なくともね、6時に起きない方がいいと俺も思う。<laughs> よくないよね。てかさ、本当冬は何時に起きるべきだみたいなあるんかな人間のその健康を考えた時に。あ、なんか俺聞いたことあるな、昔。ちょっと調子忘れたけど、9時に起きるのが一番いいらしいです。人間は。9時 朝の9時が、それはもう秋とか夏とか、そ関係なしに、9時に起きるのは人間はいいらしいんですよ。うん,うん。だもう人間の9時は働いてるからね。<laughs> そうね。それはもうかなわないなっていう。<laughs> でも本当は一番いいのは9時に起きるのがいいっていう話をちょっとなんか聞いたことありますよ、なんかで。でも9時に起きるだったら、もう寝るのがさ、1時とか2時になっちゃうじゃないですか。1時とか、1時とかになっちゃうじゃないですか。あの 8時間睡眠取るんだったらね。そうそう。とかまあ、7時間でも2時とかになるけど、それはいいんですか、うん、遅いのは。でもそれを想定してないんじゃないかな多分なんかその、日付変わる前に10時間近く寝るみたいな感じで想定してるのが。あー、なるほどね。しかも最近読んだ論文かなんかで、うんうん、人間っていうのはもともとデフォルトの状態は起きてるんじゃなくて寝てる状態だっていうのがなんか論文出たらしいんですよ。へえ。でもさ、危ないんじゃないのおそ,その外的に襲われるみたいな。どう,どうしたんですかね そう多分そこでそういうふうに起きるっていうふうに進化してたんじゃないかなっていう。ああ。では人間がなんで睡眠取るか謎がまだず解けてないんですよ。うん。確かに、ね。ん生き物は寝るんでしょうみたいな。うんうんうん。確かに。いろいろこのこじつきあるけどね、なんかその体休めるのためやとかなんか言うけどうん、うん、記憶を整理するとか、ね。この理由何うん、うん、っての分かってないってって。あなるほどね。確かに、記憶を整理しているとか、体が休んでいるって分かるけど、のためかどうか分かんないってことですよね。うん、もっと他の理由があるかもしれないってことですよね。そう,そ,うそ,うそう。そう そこでその謎が解明されなさすぎて、うん、もしかして人間って寝てる状態が通常なんじゃねえのっていうのを思てたらしいです。なんか、夢の中で蝶々になってる方がデフォルトでみたいな、起きて人間の方が、そそそそう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 なんか、こっちが本サブみたいな <laughs>。<laughs> 飯食うときと排泄だけ起きて、あとは寝てるんで <laughs> 怠け者みたいな感じです。本来だから、あれがなんか生物的になんかいい。 正しい使ったかもしれんよね、みたいな感じしますよね。なんかね、怠け者みたいな。確かにね。うん。でも一方で、その外敵に襲われるからとかっていうので適用してきて今があるって思うと、うん。睡眠時間8時間が理想だけど、最近もう6時間とか5時間とかなってりして増えてるんでしょあ,あ、そう、ね、スマホの影響か知らんけど。うん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 。だから。俺も5時間だしな。ほうん。1時5時。 だからそれがある意味適用みたいなことなのかもしれないなとか思ったりもしますよね。なんかリベンジ夜更かししてる人が多分多いと思うんですよね。リベンジ夜更かしっていうワードがあるんですよ。え<ー>、まあリベンジいつの日一日充実してなかったから、うん、その充実してない一日をなんとか充実させようって言って、なんかスマホとかをずっと見るっていうのはリベンジ夜更かしらしいんですよ。<laughs> 帰ってからの時間を充実させよう。それがなリベンジ夜更かしってるらしいんですけど。ふん、それ、新しいワードですよね、多分ね。結構有名 まあ、結構なんか悪い歌詞最近よく聞いあそうなんだ、うん、リベンジオフ歌詞とか言うんだそう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 わ、まあ、からんではない気がする私ずっとなんかそれ昔からでもそうじゃないですか僕リベンジオフ歌詞中学校の時してましたよ俺もしてた <laughs> <laughs> 部活がしんどすぎて <laughs> もうこんなの嫌だと思って、うん、部活から帰って仮眠取って夜中ずっとゲームしてて、うん はははで睡眠不足だから、また次の日の学校もきついし、もちろん部活とかも超、ね、その最後に来るやつだからさ、めちゃくちゃきつくてって悪循環、だから悪循環になるんだと思う、そのリベンジやふかしは、すごいそうなる。なると思います、健康には少なくとも良くないですよ。メ,メンタルにとも良くないと思うけど。いや、メンタルにマジで良くないと思う。僕、中学校の時本当に病んでたんですよ。 毎日、もうずっと思ってきたけど、リベンジをふかしかける部活のパワハラ先生みたいなのが、掛け算されてた気がする。<laughs> ストレスサー満載ですよね。<laughs> そう。すごいストレスを感じて、だからゲームでストレス発散するけど、疲れが溜まってるから、よりストレスがたま,溜まるというか、溜まりやすい状態になって、ストレスにさらされるから、またストレスが溜まって、またゲームをして、うん、みたいな。で、またね、おふかし、みたいな。うーん。なるほど、似たような感じでした、俺も。あ、ほんと 平日3時間睡眠でしょ、あの時は。ねえなるよね。なる。深夜3時に寝て、6時に起きて学校行ってみたいな。で、眠いし、みたいなね。そう。で、でも休日14、15時間寝てましたね。あわかる。ほんとね、悪循環です休みの日はほんと寝て過ごして、何も充実しないしみたいな。うん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 。高校の時のやっぱ幸福度高かったですもんね。昼から学校行ったりとかしてたから。<laughs> めっちゃいいっす、うん昼休みに着くみたいな。 感じで、うん、午後の授業まあ、出席日数があるからね、その頑張るときは頑張るけど、あ、これいけるなっていう回数は、昼から行くみたいな感じで、勝手に半分休みみたいななってたんですけど、よかったんです。それが一番なんかいいなと思うし、ね、別に高校ってあんま罪悪感ないんですよね、金払ってるっていう意識があるから、学費払ってるから、うんうん、なんかそのもうありと自由にしていいよねみたいな、かそんな。 感じはちょっとあったもんね、俺も、うん。え、ちょっと待って、なんかね、やっぱ冬寒い問題に対して、ちょっと今年の、うん、今年はもうしょうがない。もうこのまま行きます、朝礼。で、そのまま春迎え、夏を迎えてやっていこうと思うんですけど、うん、次の冬の時に、どれぐらい振り切っていいと思います、うん、その9時起きとかでもいいし、うん、究極、うん。うんうん。6時はやっ,ぱやっぱその6時でやりたいんだったら6時継続した方がいいですよ、なのか。どう思います正直。 なんか、無理がない範囲でやった方が一番いいと思うんですよね。うん、だからもう9時に寝れったら9時にやった方がいいと思う。休にやってみて。また春に僕6時戻したいんですよ。それを踏まえても、一回変えていいと思います、うん、そうそういいと思いますよ。そっか。なんか、上水さんが配信する時間変えたんじゃムカつくってやついないと思うんですよ。うん、<laughs> だからもうなんか9時に起きて、朝礼すればいいと。そっか。だから、なんかそこをちゃんと決めとけばいいですよね。<laughs> 何月から何月は。 何時いりますって。ウィンタータイム制度を導入しますってね。そうそうそう、ウィンタータイム全部導入します。うん。12月から、3月ぐらいまで寒いよね。寒いと思う。12月から3月の4ヶ月間は、朝礼の時間が9時10分からなります。みたいなのがいいかもね。うん,うん。ま、9時はちょっとあれだな。でも、うん。ちょっと、それ考えよう。次は。今年の6時、このね、精神衛生上良くない。 よくないたださ寒い時ってう、ね、つになりやすいのにそんなねそうそうそうす、うん、き好で水面をしっかり取ってもなんかネガティブですもんやっぱ寒いからそうそう本当それ冬は寒いよ、ね、カーテン開けた瞬間に来るのがダメなんですね多分ね日の光がそうそうそう,そう起きたさ最高のそのご褒美じゃないさ起きた瞬間<お> 気持ちのいい日差しだ、みたいな。起きてよかったな、みたいな。そう。なんかもう夜じゃん、6時起きても。<laughs> そ,うそうそうそう。また暗いやんっていう感じになるから。ね。そう。せめて日の出に合わせるぐらいにはしたいね。9時は言い過ぎでも。そうね。8時、7時半ぐらいかな、今七時半か。うん。遅くて7時半なのか、日の出が。そうそうそう。まあ7時でもね、ちょっと暗いもんね。ですよね、時ですよね。 うん、半前ぐらいだとちょっとずつ日が残ってくる。じゃあやっぱ8時かな ?8 時10分の朝礼みたいなのがいい気がするな、冬は。2>, うん、2時間ずらしね,ね。うん。やっぱ明るくないとね、嫌ですよ、僕。ちょ、いやあの、休みの日に起きる9時は最高。ね明るいの、空あれですよね。<laughs> うん。うん。やっぱ人生の満足度をこう上げていくためにも、朝礼、6時起きりいいってもんじゃないっていうことがちょっとね、やってみて、分かったんで。 そうそうそう。あのー、もういいんですよ、別に。朝活でね、な4時とか起きてる人いますけど、別にそれはそれでいいけど、無理してね、そんな。早起きして充実させなきゃって思わなくてもいいと思うのあの、ルーティーンがね、やっぱ、ちょっと違うんだと思うまです四時、でも4時に起きて走ってる人とかいる,いるんかもしれんねい。いる<れ>全然いる。それ、夏も冬もってことでしょそう、冬もは、だっらなんかクソ寒い時にいる人いるもん、なんか7時ぐらい、7時前とかか。まあ、それはもう鋼のメンタルですよ。 そう僕はもう豆腐メンタルですから <laughs> もうルーティーンがなんていうの遂行できなくなってるんですよ朝起きて <laughs> 朝礼終わってみたいなでも朝礼を終わったら寒いから家に帰っちゃうみたいなもうルーティーン中断みたいになるんですよはい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 本当はそこいらジムに行いてみたいなしたいのに寒いかい帰っちゃうみたいないは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 い もう何やってもダメみたいな気持ちになってて。うん。うん。で、家帰って、半身浴をしたら体温まったら、ちょっと元気になるんですけど、何してんだろうっていう気持ちになるんですよ <laughs>。<laughs> <laughs> 夏とかはさ始まったって気持ちになるけど、冬はね、何をしてるんだろうか、みたいな、すごい暗い気持ちになってくるから、なんか、 朝の時間を朝早く起きて有意義に過ごすみたいなつもりでやってたのに、冬は朝起きたことによって、ネガティブな、うんうん、生まれた時間ずっとネガティブなこと考えてるんだってるから。うん,うん。だったらその時間がない方がいいんじゃないか、説になってきてったって感じ。はいはい,はい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 。もう最初から仕事に追われてるみたいな方がまだネガティブなことも考えずに。そうなんですよねもう。一日中忙しい、なんか落ち合い唯一みたいなたまに羨ましいんですよね。<laughs> たまにはいいよね。たまにはいい、<laughs> あれは。いやでも本当そうで。 あ夏とかは予定があんま入ってなくて、自分で作業をするとか、自分でコントロールできる予定の方が、元気なんですけど、はいはい、冬はずっとネガティブだから、一人だと。うん、わかるわかるわかる。人と会う予定が入ってる一日とかって、あ、今日なんか元気だったな、みたいな、なんかなるんですよ。わかりますよ、気持ちは。わかる。うんうん。だから夏、まあ、夏と冬というよりは、まあ、12月から3月ぐらいの寒い時期の過ごし方だけちょっとやっぱ変えないと、うん、全部一緒じゃダメな気がしてきたっていうのが、 今年の気づきだなそうですよね。なんか、でもう気温の高低によって気持ちの浮き沈み立ったりするので、と、陶器性打つっていう病気があるくらいだから。ああ確かに。この、なんか、ずっと同じじゃなくても、別に季節に応じて、元気変帰れる職業じゃないですかで、そう、帰れるんですよ。うち、会社員だから帰れないけど、帰れるんだったらもう、帰っていいと思う。<laughs> 元気が出る方向に進んで。そうですね、ね,えねえ。そのためにやってることですからね、そもそも。そうそう。 うん、暗いんですよ、僕、最近。朝。<laughs> <laughs> 病院行きますね。<laughs> いやいやその、鬱つみたいな感じじゃないけど、なんかすごい、なんていうの、ネガティブ。うん。落ち込むほどじゃないけど、もうとにかく思考がネガティブだから、朝だけ。で、夜になってくると元気になるみたいな感じで、まあ元気にはならないな。眠くはなるけど、その、ポジティブにはなってくる。夕方とかになってくると。<laughs> 部屋が暖かかかいかもしれそう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 。それはあるな、確かにな。あれの風呂場とかだとめっちゃなんか、没頭してわかる最近風呂でずっと吐いてますもん。わかる私、あれめっちゃ集中できるの。ねえねえ <laughs>、うん。冬、冬のね、その、振れ幅の違いはすごいな。夏はそうでもないけど、うんうん、やっぱ暑いからは早く上がりきれたんだけど、冬はなんかすごいね、冬の風呂の集中力の効果すごい。<laughs> ですよねー。 いやー、ちょっとね、冬の、冬たるものをですね、生活リズムを整えてみて初めて感じたっていうのは、うん、今年の冬でした。そうですね、もう。はい。に、ね、フリーでやってる部分もあるから、そこはもう、いいと思いますよ。ご自分の体調、コンディション、メンタルに合わせて。ありがとうございます。次の冬はフ、フレキシブルに、ちょっと、ウィンタータイム制度を導入したいと思いますので、まだ、次の冬が来るときには。 お話できればと思います。冬について。ですね。そうそう。はい。じゃあ、本日はこんなとこですかね。ですね。さよなら。さよなら。